はい、どうも、タキでーす。今回は、スプラスコープというね、武器を使っていくと思います。まあ、私、タキって言うんですけど、まあ、巷では、キュアスコープとね、呼ばれてるんで、まあ、その名の通り、スプラスコープ使いです。X の方が、パワーが高い、スプラスコープ使いです。なんでなんですかね、味方死んじゃった。まあね、アホコをやってあげて、まずは、絶対取ると思ったからね。一応狙ったけど、なんか当たりましたね。いや、これ死なれないな。ハイドラそんなとこにいんのか。いるのは分かってる。ナイス？あー、いつか、どんまい。あー、あいつ、まあ、スクスコもいるのか。てか、似たような編成だな。スクスコもいるし、ハイドラもいるし、なんだこのゲームは。さすが長射、なんか長射程芸を表してるね。もういいのにか。あー、ダメか。打ってくるんだよな。いや、ダメだった。常にハイプレイチョン。ハイプレイチかね、人数、ビルついてるけど。ふぅ。そこ一枚いるけど、さすがにやってくれると思うけどな、無理かな。あの、ヒル速が速い二大武器やん。もう一枚いない。ナイスナイスナイス。これ、ここ持ってもいいけど、まずはチャオやりたいね。チャオやって、でも味方が取ってくれたね。ここいるよ。ここいるよ。大丈夫。うちのこと狙ってきそうだな。あ、狙ってこなかった。ナイス。いや、これやれないか。いや、誰だ割ってんの。ハイドラか。ハイドラやれるな。届かねえ。いや、ギリ届かんの悔しいな。ハイドラはね、ギリギリまで射程開けないと倒せないから。いじめます。今、ハイプル使っちゃったように見えるかもしれないけど、実は、まあ、相手のハイペル持ちを落としたという意味では全然いいのかもしれないと勝手に思ってます。勝手に思ってるだけです。いや、相手取る。いや、これ人数ゆっくりついちゃったなぁ。相手チャワやって。いますね、ハイドラ。最近ね、なんか地元の温泉みたいなとこに行ったんだけどね、初めて行ったんだけど、まあ、やっぱりさ、温泉、うちの勝手な主観なんだけどさ、やっぱ温泉ってさ、やっぱ銭湯と違うから、温泉食べた後のさ、なんかご飯がうちは結構好きなわけよ。どこの場所もね。だからさ、で、今さ、こういうご時世じゃん。よくわかんないさ、ウイルスが流行ってるみたいな。こんなご時世だから、まあ、そういうのがないわけね。それ本当に悲しくてさ、なえますね。なんか、新型ウイルスは人をなえさせるんですかね。どこにでも。マジで。あー、リードされちゃったけど、しょうがない。いや、46だったらまだいけます。頑張って攻めればいけます。うちが矛持てばいけます。うちの矛持ち天才なんで、まあ、見ててください。うちの矛持ちが天才ということを、まあ、LED 照明電気させて見せますよ。これいましたね。そっちから来るか。逆かと思った。あっちからかと思った。まあ、見たから見てくれてるんで、それはむしろよくて、ここいます。はい。これ相手ハイプで溜まるだろうから、そしたらここに行きますよ。いや、マジか。ハイドラやるとこまではカスみたいな、神みたいに分かったのに、ゴーニーが、味方がやってくれると思ったけど、やってくれた方がいいか。やってくれてたけど、復活しちゃったのかな？見てなかったわ、これは。とはいえ、このチャンスはまだ無駄にできない。いや、マジか、2枚死ぬか。いや、マジか。いや、とはいえ、ここ3落ちしちゃったのは非常に痛いですね。いや、これ負けもしかして。
え、負け？嘘でしょ？嘘でしょ？いや、それやれればワンチャンあるよ。あれ、やれればワンチャンあるよ。嘘。そこまで近づいてやれない。マジで？嘘でしょ。圧倒的味方運ですね、これは。いや、うちのハイドラ頑張ったのに。わかんない。ハイドラもあんまだから12アシストくらいなのかもしれないけど。はい。ちょっとね、慣れたところで、アマ美術大学と。いや、あのね、月終わりなんだよ、今日で。だからさ、うちはなんとしても2300に乗りたいんだ。頼む、乗らせてくれ。2300に乗んないと、次来月の、X パー計測初期値が2200になっちゃうんだよ、2200台だと。だから頼む。いや、それやれないの。いや、絶対やれると思った。しかもなんか降ってきますし。それやれるでしょ。ナイスナイスナイス。しかもなんか倒したし。いやー、今の潜伏ケアがちゃんとできてなかったのは、うちが悪いですね。ちょっとね、反省点も述べていく。この動画、解説動画なんです。これは、ナイス。これはチャージャーだけになったから、チャージャーうちはやってあげる。アイテム外したからこれチャンスだったんだね。あ、味方ハイドラが、まあ、見事にスピナーと、いや、これ、相手ちゃうまいな。これ絶対チャンス狙ってくるんだけど、まあ、さすがにそう簡単に当たらないんだよね。まあ、いや、これ、結構チャンスだったんだけどね。これ、相手ちゃうけど、これは枯れない。勝ってくれた。天才。いや、なんかおる。なんかおる、なんかおる、なんかおる、なんかおる。頑張って。守って私のことを。プリキュア特有のチームワーク。そして、駆けつけると。いやー、これこそ、うちが目指していた、あ、日曜の8時3系番組。あ、終わっちゃった。うちがそういう話をしてるとすぐ終わっちゃうんですね。はい。あ、全員5キル。いいね。はい。フジスボスポーツクラブ。でさ、何が慣れたか、最近慣れたんだよ。このガチマッチやって。なぜかというと、回線落ちがあったのね。で、まあ、相手二人回線落ちで、ああ、回線落ちかみたいな。回線落ちがつまんなみたいに考えてたら、自分が回線落ちんの。さすがに三人か、あ、いや、相手が二人落ちるってさ、それはさ、もう、サーバーじゃん。それはもうさ、我が家の回線のせいではないわけじゃん、絶対に。絶対にさ、お家の回線ではなく、なんか、お家の回線ではなく、絶対に、あれがおかしい。絶対にね、あ、マジか。いや、マジか、これ。いつも最初、これだな。そんで、まあ、お家の回線ではなく、絶対これ、任天堂のサーバーがおかしいと。いや、それは絶対じゃん。絶対にじゃそうだと思うんだよ。いや、てか、そうでしょ。これやってくれる。じゃ、いや、時には味方を信じないと勝てないから、このゲーム。いや、落ちてくると思ったよ。うちのほこもちがうますぎる。これワンチャンあるよ。いや、でも20秒しかないやと。20秒でキリをつけなきゃいけない。ウルトラマンの12分の1。取り付けるんだ。これ死んだ方がいいよ。逆にね。いや、でも味方死んじゃった。いや、この裏取りワンチャン、それまでバレルか、バレルが持ちこたえてくれれば。いや、これ刺さんねえな。裏取りがまさかの刺さらない。え、やれなかったんだけど。いや、今の、え、なんで今の当たってん、今の当たんなかった理由を教えてほしいんだけど。あなたが正しい根拠を言いなさい。
ますね。クラフトですね。クラフトじゃないですね。ミラーか。いやーこれ勝てなくね。うちこれで負けて20、これ負けたら多分20くらいされるよ。もうしょうもな。やばい、つまんないことされてる。嘘でしょ。味方頑張るぞマジで。うちのパワーのためにさ、頑張ってくれよ、頼むから。そんな、うちそんな先輩ムーブしてるか。これうちはやってくれてないですね、味方。大丈夫、一発当てたから、これはさすがにやってくれる。嘘でしょ？そいつは？あいつはぁ？すまん、これ味方弱いわ、さすがに。いやもうこれはね、いやさ、そこにいた味方はなんで何も見ずに潜伏してんの？そんなに何もしない？キルすらできない？そして終わりで死ぬ？こいつら X ですか？やばい。こんな味方弱いの？いやこれ初めてじゃないわ。うちいつも味方運ないからさ、ないけどさ、これは多分50回に1回レベル。逆に50回に1回この味方が来るっていうのがおかしいんだよな。あー、キル取ってる。これはうちが持ってる。いやこのチャンス生かすしかないよ。もうクラってやる。ナイス。いけー！うわー！いやこれまだ勝ったわけじゃないからね。やぶねー。いやダメか。いやーちょっと味方批判しないようにしてたんだけどね。いや、ちょ、味方批判しないようにしてたんだよ。いや、でもさ、まあ、ちょっとなんかあるとしちゃうよね。まあ、勝ったからいいですけど。さて。今2280か。あと2回勝てば、まあ、多分この試合って最後だけど、まあ、頑張ってね、行きましょうか。頑張って、味方を先陣を切ってね、ボコ割りをしていくと。これ多分ボコ割り勝てないんだよな、ロンギルから。ロンギルし、モデラいるし。まあ、正直、ボコ割りが勝てないのは味方のせいなので、牽制のせいなので、しょうがないです。はい、味方が9で、まされるかと言ったら、まあ、決してそうではないという、完全な悲しい現実があるんですが、バレルはどこかな。これ死んだら、発狂するよ。発狂しますよ。ラピーさ、なんで弱体化されなかったの？ラピーを弱体化しようじゃなくてね、どっちかっていうとね、うちが言いたいのは、トーピードなんだよな。え、うちが死んでる？うちが死んでる？うち以外死んでる。どうして？いや、それ突っ込んでも死ぬよ。いや、突っ込んでも死ぬよ。突っ込んでも死ぬけど、味方、突っ込まなくても死んでる。嘘でしょ？
ここは絶対高いし、ディフェンスが終わるんだよな。いや、マジか。突っ込まないでくれ、頼む。いやー、突っ込んで死んでる。いやー、それやってくれてないか。それやばいよ。ちょ、まあ、この試合はさすがにさせて。もう、無理だわ。うちはね、味方にはしない。無理。弱えんだもん。いや、だって、弱えんだもん。2キル入れたぜよー。我に2キル入れた。ナイス。竹ちゃんとやってくれてるね。いやー、ここしかチャンスないな。ナイス。いや、マジか。これ落ち着こう。もうつまんなことねえの。竹強。いや、竹つまんない今の。本当につまらんわ、このゲーム。いるの分かってますか。やれるね。いいる、ね、だからさ、このボールを誰も処理してくんないんだよね。そんでさ、毎回やられるんでしょ君は。相打ちかよ。言わない、やれるべきでしょ。まあ、これはね、絶対ね、3落ちショックが入んないんで絶対勝てないから。いや、人数一人がついてる。今しかないな、これ。いや、もう無理や。ラピがいいんだもんだって。もうでも、今は行かなきゃさ、もう味方さん落ちてるし、もう無理や。弱えもんだって。雑魚いもん。雑魚だもん。生きる価値ねえ。See